今日ちゃんと帰れるんでしょうか。心配です。どんだけ飲む。ちょっとね、調子に乗りすぎた。もうそろそろ漢方まだ。漢方まだです。まだまだ。まだ大丈夫。よろしいですか。じゃあ例によって、はい、あれからいきますか。いいですか、はい、雲の中では何が起こっているか。雲の中では何が起こっているか。というわけで今回は今日のお話をします。2014年昔に4日、東京都高市で、まあ、上空してるということですけれども、大粒の氷が降って、話題になりました。この大粒の氷は、まあ、社会的なインパクトを与えただけでなく、農作物への被害が甚大だったという報告があります。また、この氷っていうのは、こういうふうにですね、写真ちょっと見づらいですけれども、まるで雪のように何十センチも積もって、堆積していたと。でこれなんでかっていうと、あの菊さんの話でも言いましたけれども、まあ氷っていうのはですね、同時に雨も降っているわけです。雨によって水が流れてそこに集まる。でそもそも雪だと軽いんで屋根の上とかにも積もっちゃいますけど、氷っていうのは硬いです。そして大粒です。なので屋根から落ちてその水が流れる経路に溜まる、溜まってこういう風な結果として何十センチとかっていうような、スタックしているような状態に、なってたわけですね。でこの氷、社会的に注目されてましたけれども、決して珍しい現象ではありません。これまで何十年かに1回とかのですけれども、5月6月とかに実際こういった氷の災害というのは調査報告としてもレポートされていますし、それ以外にもあったと思います。で、まあ、最近ですね、ゲリラ豪雨とかそういう局地的な大雨が増えているというようなレポートがいろんなところで言われてますけれども、私はそれは大間違いだと思っていて、そのレポートそのものはですね、異常天候なんつうかそんなのも2012年度版のやつで過去30年ぐらいの統計を取って、その中で、50ミリとか80ミリの、時間降水量の雨がどれくらい増えてるかというトレンドを取ってそういうふうな議論をしてるんですけど、ここ10年ぐらいなんですけど、その傾向っていうのはトレンドとして明らかに減ってるわけですよ。サンプル数が明らかに足りないのに、そのたった30年の期間で増えてる増えてないっていう議論ができないはずなんですよ。できないはずなのにそんな風に言ってるっていうのは私は問題と思っていますっていうのがまず一つ。ゲリラ豪雨は増えています。本当にそうか。予測精度は上がってる。だから予測できる予測的なものが増えているはずなんです。ゲリラ豪雨が増えているっていうのは大きな間違いだということをまず頭に入れていただきたいと思います。まあそんな中でこういう氷が降りました。そもそも氷って一体何か、さっき菊さんの話にもありましたけれども、氷と、もう一つ似たようなものとしてあられがあります。何が違うかっていうと、直径 5mm 未満か、それ以上か、その違いによって、その直径の違いによって、氷とあられっていうのが分類されています。そもそもその氷はどうやってできるのか、その氷ができる雲の中には一体何がいるのか、誰がいるのか、ちょっと考えてみましょう。で、この雲の中、誰がいると思いますか。大崎さん、誰がいるのか。誰がいますか。氷を作る雲の中で一体誰が主要な登場人物なのか。まずはクラウド。クラウドもあとの雲全体ですね。その雲のクラウドの中には一体誰がいるのか。誰がその着ぐるみの中に入ってるのか。何だと思います。ちょっと待ってくださいよ。はい。ちょっとお酒が足りてないです。前川さん、ぜひ余計にやめてください。余計忘れるでしょ。参考書、参考書。この雲を私が真眼で見るとどう見えるか、それを体現したのがこちらです。0度Cのコードがここにあります。それより下では、水の液体の
雲粒があり、さらにその上空0度よりも低いところでは氷晶、氷の結晶があります。しかしそれだけではありません。下冷却の運流、0度よりも温度が低くなった液体の雲粒が、0度高度よりも上には多く存在しているということが観測事実として分かっています。なぜそういった下冷却の分流が存在するのか少し考えてみましょう。常識として水は0度として凍るということは0度で凍るということが知られています。それは何でか、例えば、冷凍庫の製氷皿の氷を考えてみましょう。この製氷皿の氷どうやってできるかというと、こいつはですね、容器に接してるんですよ。その容器の中の、コンタクトサーフェス、その接している部分から氷になるんですよ。その接している部分が核となって氷晶が、氷が、氷の結晶ができるわけです。でも雲の中ではそういったサポートはありません。雲粒は雲の中では孤独です。孤独なまま誰のサポートも得ることはできず、なかなか氷になることはできません。そんなわけでマイナス20度でも実際に下冷却の分流は多く存在しているという観測事実があります。ではそんな下冷却分流がある状況の中で、あられがまずどうやってできるのか、そこを一つ考えてみたいと思います。あられの成長プロセスとしては、雲流補足成長、いわゆるダイミングと呼ばれる、成長の、仕方があります。そもそも、すごく気温が低いところにある氷床というのは六角形の構造を基本としています。これは今回は詳しく、言いませんけれども、書籍の中に書いてあるのでぜひ見てみてください。六角形を基本にしている角板ですとか角柱ですとか、そういった氷床が上空にはあります。でもう少し下の方に行くと、下冷却の分流がいっぱいあるわけなんですけれども、この六角形を基本としている、氷床がだんだん水蒸気を移って成長して大きくなっていきます。大きくなっていくと、重力に引っ張られて、地上の方にこう落下していくわけですね。落下していく中で、下冷却の分流をどん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 くっつけていくわけです。体にくっついた下冷却雲流は、そこでその固体になっている氷床の表面にくっつくわけですから、氷床のサポートを得て凍結できるわけですね。凍結して、こんな風にブツブツがいっぱいあるような氷として成長できるわけです。でさらにそこからどんどん成長していって、回転しながら落っこちていくわけなので、六角形からだんだん球形の丸い構造になっていくわけですね。こういうふうにして、形成されるのがあられです。で実際にそのあられの写真見てみると、こんな形になっています。でこちらは、六角形を基本としている、いわゆる樹脂状結晶と呼ばれる、氷晶です。それにこんなふうにですね、ブツブツ、さっき言ったブツブツですけど、下冷却雲流がいっぱいくっついて凍結しちゃった結果、その結果として、形成されたのが雲流付き結晶と呼ばれる、氷床です。でまたそのあられもですね、ちょっとよくよく見てみると、これが1ミリメートルなんですけども、あんま大して変わらないですね。1ミリメートル弱ぐらい、このぐらいの大きさのあられももちろんあります。もう少し大きいあられももちろんあります。では今日は一体どうして5ミリメートルの大きいような凶悪な氷の粒にまで成長できるのか。凶悪ですよ。なぜ氷ができるのか、それを説明しているのがこちらです。で基本的にはあられと同じような成長プロセスで、やっぱり下冷却雲流があって、そのまま雲流補足成長で大きくなるということがやっぱり重要です。ただ今日の場合、この0度C 高度よりも下回るところであられの表面が溶けて、その表面には水膜ができます。さらにその状況で積乱雲上昇流によって上空に強制送還されてしまうわけです。強制送還された、あられっていうのは0度 C 高度よりも上に行きます。上に行くとその氷の、表面に、できている水膜っていうのは凍結します。
凍結して、さらに大きな氷として氷の粒として、存在することができます。でさらにこいつは重さに耐えられなくなってまた落下します。落下して0度高度より下に行くまでのプロセスの中で、やっぱり分流補足成長します。分流補足成長をして、できた、あられがさらにまた何度も何度もこう上限運動を繰り返すことによって、こいつの存在があられを超えた氷の存在になれる。直径5ミリメートル以上の大きな氷の粒になることができます。こちらが先月6月24日の、気象庁の全国合成レーダーの降水強度のアニメーションを示したものです。当日は午前中から上空の強い寒気の影響で、このように関東平野では台風がところどころで立っていました。まあ、こんな風にですね、広い範囲で、実際に雷も伴ってたんですけども、雷雲が発生発達して、中丸で示している、ここはちょうど東京都の、三鷹、調布あたりのこの地方も、まあ、こんな風にですね、発達の雷雲が、ここ通過していきました。ではここでもう一つ疑問が起きます。一体どんな雲がそういった氷を踏むことができるのか。普通、まあ、ある一つのですね、積乱雲を考える場合、そういった上昇流とかですね、下降流、まあ、それを一つの単位として考えると、一つのそういった上昇流、下降流において形成されている積乱雲というのは単一セル、対流セルというふうに言うことができます。その一生どうなっているかというのを、今回はアニメーションでお見せしたいと思います。大気の状態が不安定な時、上空の地表で気温差ができます。そうすると、水蒸気が、上昇流によって、上空に運ばれて冷たくなって雲粒ができます。そうすると、こういうふうに雲が発生します。でさらに上昇流が強くて、LFC に達するような高度まで上昇流が、で空気が持ち上げられると雲は自力で成長することができます。でそうすると、雲粒が、出来になって、氷床になって、さらにそれが大きくなって落下して、こういうふうに地上では、雨粒を、いっぱい落としていくと、そういうふうにして、雨が起きる。でまあこんなふうにですね、雨粒が成長していく過程の中で上昇流だけではなくて、その中には下降流が、いわゆるこいつは自虐的なんです。自分自身を責めて、そして破滅に導くと自虐的なやつなんです。対流セル、単一セルは自虐的なやつだ。性格としてはまさにそういうわけですね。自分自身を追いやってダメになっちゃう、典型的なタイプ。しかしこの、対流セル、単一セルには一つの条件が前提となっています。それは何かというと、高度方向に風が変わらないという状況が前提になっています。例えばこの風がこんな風に上空ほど強い、そんな状況だった場合どうなるか。で上昇流と下降流の位置がずれます。ずれることによって上昇流は下降流によって、弱められることなくセルそのものが長生きできるようになります。このような高度方向の風の変化のことを延直シェア、バーティカルウィンドシェアというふうに我々は呼んでいます。延直シェアがあって、なおかつ大気の状態が非常に不安定の場合、どういった、現象が起こるかというと、単一セル、対流セルだけではなく、それらが組織化した多重セル対流、マルチセル対流というような現象が起きます。この現象の中では、下層風がこっち向き、上層風がまあこっち向きというふうに延直シェアがあるというふうに考えてください。そうすると新しいセルが生まれ、そしてそれが発達して成熟して、さらに衰弱して、一つの積乱雲対流システムの中でいろんな世代のセルが
存在しているという状況が、可能になるわけです。実際6月24日の今日の事例ではいろんな場所で多重セル対流と思われる対流セルが観測されていました。しかし実際に今日は三鷹市で非常に顕著であった14時30分からおよそ15分間の間、そこで三鷹市上空で何が起こっていたかというと、見た感じ単一のセルと思わしきセルが、気象庁の全国合成レーダーでは観測されていました。しかし本当に単一なのかどうなのかというのはよくよく調べてみないと分からない。もしかするとその中で上昇流の世代交代が起こっていたかもしれない。このあたりはもう少し詳しく詰めて解析をしていかなければ分からないことだと思います。一概にはということはできませんけれども、場としては多重セル対流とかそういった、非常に組織化するような対流性が発達できるような環境下であったということは間違いありません。これあんまり一般気象学でも確かに載ってなかったんじゃないかと思うんですけれども、地上から高度 6km までの風のベクトルの視野を取ります。この視野の大きさによって単一セルかマルチセルかもしくは違う形態になるか、そういった分類ができるというふうにこれまでの研究では分かっています。まあそういった炎色視野が弱い場合には、まあ、自虐的なやつができる。でもう少し炎色視野が強い場合には世代交代が起こって、その一つの組織としてまとまりのある相対流系になる。さらに強いとどうなるのか、大竹さん何か考えありますか？考えます、はい、どうなるのか。もう強逆に強いと、もうそれで終わってしまう。それで終わってしまう。今日もそうなんですか？進んじゃう。ああ、離れすぎちゃう。私も同じです。世代交代マルチセルみたいに組織化できないんじゃないかと思います。今お二人おっしゃった組織化できないというのは、おそらく線状降水帯の話をベースにしていると思います。この話はセルとしてどうなるかという話です。単一のセルなのか多重になるのか、もしくはそれより炎色視野が強いとどうなるのか。そもそも対流セルは温厚な性格です。自虐的です。温厚な性格を持つ対流セルが無理やり炎色視野によって上昇流と下降流が分断されます。そもそも表裏一体であったその彼らが 分散されると、分離されるとどうなるか、こうなります。怒りに打ち震えた対流セルはスーパーセルになります。スーパーセルですね。はい、スーパーセルというのはひょうや強い竜巻の原因となる積乱雲です。巨大な積乱雲です。その環境下としては強い炎色視野があり、大気の状態が非常に不安定だということが前提条件としてあります。その上で上昇流域と下降流域が分断され、効率的に、それらの地域を維持する、そういった一つの、対流性でありながら対流システムとして、いろいろな災害をもたらす原因として、存在しております。というわけで今回の今日の話はここまでなんですけれども、この今日の話ですね、今月の26日に出る、ニュートンの中でまた取材を受けまして、今回の話に加えて実際どういうふうに防災情報を使っていったり、予測可能性がどうなのか、そのあたりまで、踏み込んだ話を、今月発売のニュートンにしていますので、ね、ご興味のある方はぜひご覧ください。また今回の話しなかったですけども、
私だけでなく京子さんの関さん、森尾さんが、登場されます。ニコニコ学会の、マガジンの中で、本当にやばい夏の天気ということで、雷雨だったり竜巻だったり、ゲリラ豪雨だったり防災情報をどういうふうに使うかということを、その中で、説明しています。いわゆるハンドブック的なものですので、ぜひ皆さんご覧になってください。まあ、これはちょっとあれですけれども一応言わないといけないので言っておきますけれども、マンゴーをされて今回紹介したアニメーションが、スクラに登場しますので、ぜひご覧ください。今回話した話、今日の話はですね、大体この、雲の中で何が起こっているのかに書いてあります。ぜひ皆さん、その現象のメカテムに立ち返って、実際我々が見ている雲って何なのか、どういう結果のことにそれが我々の目として見えているのか、まあ、そんなことをですね、ぜひ想像力、妄想力を働かせて、ぜひいろいろ現象を見ていただけると、より親近感を上げて、次の防災につなげられるんじゃないかなと思っています。というわけで、以上です。ありがとうございました。じゃあここまでで荒木さんに今日の質問をしたいというか、さっき島下さんなんか荒木さんに質問したいと思うんですけど、三鷹で の朝の高速観測で確か300パスカルが毎日40ぐらいあったのかな。今の話だとマイナス20度ぐらいよれば主に氷床が、はい、そこより下で冷却水と結びついてる。あんまり300ヘクトパスカルがだいぶその平年に比べて打ち上げ低かったと思うんですよ。上の方だけがすごく冷えてることっていうのは氷のとか生成にはあまり関係ないでしょう。冷えてるということは大気の成層状態として不安定になるというその情報だけです。その情報だけで氷ができるためにはやはり上昇流が効率的にその洗いとか放射物質を上気に持ち上げるというメカニズムに働かないと今日はできません。ですからそのためには変色し合うということなんですね。でセルそのものが移動していて上昇流が入っていますか。はい、輪ゴムで狙われるから気をつけてください。ヘイルストーンとかですね、そういったものではその、こう地面があります。で、こう、レッドホールみたいな、こんな風にですね。これ、エコーです。観測される反射強度です。まあ、こういう風に強いところがあると思います。で、麻生風はこっちに向かって、陽層風はこっちに向かって、まあ、そういうなんかシェアベクトルがあるように。でそうすると、こういうふうに上昇流が強いところでは降水粒子が落下することができません。ですからここにある降水粒子たちはこっちに落ちちゃう。これいわゆるオーバーハンドしているエコーですね。スーパーセルとかでもよく見られる、現象です。でそこでこの辺りにあるあられとかがこっちに落ちる。でこっちに落ちて大きくなるとこういうふうに落下しようとするんですけど、ここは上昇流域になって、また戻されちゃって、また戻されちゃって、でこの辺りに持っていかれちゃう。よくよく見てみるとちょうどこの辺りが0度 C コード0度 C コードをまたいで上下運動をすることによって表面が融解する。でまたその融解している状態で上下に向けられるホール。でまたライミングによって、成長する。でそれがまた溶けて上下に向ける。そんなわけで氷っていうのはですね、こういうなんか海藻構造になっているこんな形になっているんですね。ワイングでこれが実現するためには不安定なだけではこうなります。なぜかというと不安定なわけだと変色者がなければさっき見せたようなシングルセルの一生をたどってしまうことは十分なんですが、なぜ
こういうふうなことが起こるかというと、この炎直視野が重要なので、その炎直視野あってこその対流システムというので回答になってますか。はい、うん、上が冷えたことは何程度が大きいということだけである。もちろんそれは必要条件、必要条件ですけれども、十分条件では。で、その当時のレーダー連邦のエコーチョコードがこの三鷹のセルだけ、14キロ以上、周りが10から12、もしくは12から14、そこだけひときわ高かった。それだけやっぱり不安定度が大きくて、強い上昇流がその場所で生まれて、こうこちら側に落ちてきて、またこう上がるっていうようなことが効率的に行われてっていう。それで今日の LNC は、その場の大気の清掃状態によって、まだ詳しく解析できているわけではないですけれども、ここだけもしかすると、加速で水蒸気が多くなっていたかもしれない。それによって、同じ高度の空気が持ち上げたとしても、LNB としては高くなっているかもしれない。そのあたりはいろいろ考えられるんですけれども、現段階ではなんか解析できているので、結構私これを研究するわけじゃないので。多分いろんなコンディションが考えられてると思います。そもそもその朝の高速気象観測の結果から議論するのは多分不十分です。それだけじゃなくて、モデルの結果ですとかメソ解析、そういったものを使って、大気の状態がどういうふうに変わるか、地域によってどう変わるのか、どこの空気感をどのぐらい持ち上げれば大気が変わるのか、そういったことを総合的に考えることで、おそらく予報の気象予報士それぞれの皆さん現象の解釈が変わると思います。皆さんですね、テープとか LFC、NMB っていうのを考えるときに、ほとんどその持ち上げる空気のレベルっていうのを考えてないですよ。そうか、人間って実際そうなんですよ。どこの空気を持ち上げるのって、地表から高度 500m の平均的な空気が持ち上げるっていうのが一般的なんですけど、それを意識しないで、テープがどうだとか、NMB がどうだとか、そんなん言ったって、どこの空気をどのぐらい持ち上げるのっていう、そこに着眼点を持っていかないと、実際その空気がどのぐらい不安定なのかって議論することができないんですよ、ね、そういう意味で、ぜひどこの空気に着目して、どこの空気をどのぐらい持ち上げるか、そういうところですね、教育の皆さんも意識してもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。何だっけ、おたけさん、もう質問したかったら、今の回答で納得したんですけど、僕が質問したかったのは、なぜ三鷹だけそういう状況になったので、さっきほど説明してもらったように、どうもその単一性っぽいという話であれば、今の話すごく矛盾します。だから、なぜその三鷹だけそうになったのかなというのを聞きたいです。単一性っぽいのは、あくまで、ある一つの観測から見た結果です。その観測は時間分からでも十分ではありません。だからさっきも言ったように、その中で、複数の上昇流コアの世代交代が起こっている可能性は十分にあります。その上でなぜ高市で、そういったセルが発達したか、それは大気の不安定度にももちろんよく加わります。でもそれだけではありません。なぜかというと、その同じところの空気感を持ち上げるにしても、持ち上げる強さが違えば、もちろん大気セルが発達します。そこで下層収束が強い、上昇流が強い、そういうバックグラウンドがあったのかどうか、そういうところを詰めていかないと、実際の現象がどうだったかっていうのは理解することができないです。そういう意味でいろんな観測を総合的に捉えて、その上で、綿密に調べていかないとわからないという予測もできない。環境下としてはこういう過重性対流が発生しやすい環境だったということは間違いないです。150点、いいんですか。すごい基本的なこと、はい、すごい専門的な話だった。だいぶ基礎だこれって。普通はここであられのままじゃなくて、ここで溶けて雨になる。そうです。なんであられの時は溶けない。それはいろんなわけがあるんですけど、書籍のですね、雨で降るか雪で降るかみたいなのが第3章の終わりの方にあるんですけども、
やっぱりですね、地上気温が高いとこいつが溶けて雨になる。しかも大粒の雨になる。でもなんでその氷のままでできるかというと、地上付近の相対湿度と湿度が、湿り具合と気温が関係しています。湿度が低い状況ではこの氷の粒は消化して、消化しにくい、消化しにくい状況にあるんですね。で、仮に仮想の空気が乾いていて消化しやすい状況であった場合は、仮想の空気を冷やすわけです。冷やしてなおかつこいつは、消化する。じゃあ次に降ってくるやつはどうかっていうと、もう常にその切り込み帯が冷やしていった空気の中に突っ込んでいくわけなので、地上に達するまでに溶けにくくなる。地上の気温は冷やされて、冷やされているわけなので、地上に少ない数は年しかあります。後から続いていくことによって、なんか溶けにくい状況になるわけです。ただ夏場っていうのはそれ以上にやっぱり地上の気温が高い、高いから、あられとかそういったちっちゃい氷の粒っていうのは地上に達するまでには溶けてしまうっていうことが大変。その代わりに地上に発達した積乱雲の中で、生成された大きな氷っていうのは地上に達するまで溶けない。だから氷として氷に降ってくる。そういうのが実際に体感として観測できるんです。というので大丈夫ですか？謎くしゃ。あともう一つ単純に誤解してたんで、はいはい、あの香水、これこの、そうそう、あのね、香水かけるんですよ。こういう、これ冷たい雨の話、冷たい雨の話っていうのは日本だと強く大抵はこれですって話があったので、単純に誤解として、あの熱帯とかは冷たい雨じゃないんだと思ってたんですけど、これってつまり冷えてるかどうかって雲の高さじゃないですか。ということは、ね、暖かいところでも氷だけ積乱雲が発達するとメカニズムは冷たい雨。熱帯雨も暖かい雨も浅い積雲だけ、背の低い積雲だけなんですね。日本でも背の低い積雲だったらわかりますか？はい、そういう例を。あ、ほんとに。あー、全然単純に暖かい雨と冷たい雨の交換でなんとなく感じがする。でもこれで、この、あ、こういう出かけ図だと思うので、氷のドレスが入ってるかどうか、高さだけ、それいいですね。こういう勘違いしてましたっていうコンテンツはいいと思います。いや実際ですね、ホームレインっていうコアは AMS のブロッサリングも売ってるんだけど、コールドレインっていうのはあんまり使われてないんですよ。曖昧だから。ただ最近の論文とかだと使われてる例も、いや気象はね、そういう言葉いっぱいありますよ。発生の部分、論文レベルでも全然その学一部の学者が使ってるだけっていう、まあそれ俺が言ってる公開高気圧レベルの話とかいっぱいあるんですよ。でその人が権威ある、もともと権威ある人だと割と早めに広まりますけど、まあ、そうじゃなければなんか曖昧なまましおれていくものもあるし、でもそれが本質だったりもするんですよね。で何年か経って復刻してきたりとか、その人が有名になった頃にとか、結構気象の学校ってそういう曖昧なもん多いんですね。でもそう思ってました、こういう勘違いをしていましたけど実はこうだったみたいな話って、そう勘違いしてた人がまとめた方がいいんですよね。僕らもうそういうもんだと思って使っちゃってるから、あんまりそういうところに気づけないんですけど、そこの視点すげえ大事な気がします。うん、なんかそういうのを集める場所を作った方がいいかもしれないですよ。うん、なんかあとだからこういうことを間違って言ってましたとか、その告白する場所
でもそれがなんかなかなか集まってこなくて、みんなその俺は間違ってない的な素振りをし続けるから俺は良くないと思うんですよ。筆舌の話とかもう絶対そうなんですよ。いや怒ってないから言ってみって話だよ。いいじゃん別にって。筆舌の専門家って誰なの？あれを専門に研究するようなもんなのかって話なんですよ。筆舌なんでね別に。いや もっと言ったらみんな言いますけど、予報士の人たち別にあの原因の脈絡の中で筆舌を無理やり出さなきゃいけないかって言ったら、別に出さなきゃいいだけの話なんです。出したらそこで出したらあかんでしょって俺言いましたけど、じゃあ代わりに何て言えばいいんですかってまあ言われるわけですよ。いや何も言わなきゃいいんですって話なんですよ。でもなんか上げた拳の収めどころが分かんなくなっちゃうみたいなところを、俺はそれケアする必要あんのかなみたいな。いいじゃん間違ってたやめました、いい話なんですよ。でもその上げた拳の収めどころを多分どっかに用意した方がいいんだろうなと。殴る対象が欲しい。いらん、筆舌はもうね、いらないんですよ、正直。僕のバイオ前線の正体のフェイスブックページに、あの気象予報士の方がコメントくれたんですけど、いや、なんかその、科学的にはそれが正しいかもしれないけど、分かりやすさのためにはとか言うんですけど、いや、分かりやすいも何も間違ってるからやめればいいって話なんですけど、そこにこだわる、筆舌を使うっていうことにこだわるんですね。分かりやすさじゃなくて納得しやすさ、納得したと思えるかどうかっていう、うん、筆舌が原因っていうのは、ああなそうなのねってこう納得、納得する、納得した気になれることして、うん、それをそのために便利だよ。なんかだから それはあなたと相手とのクライアントとあなたとの関係性の問題じゃないですか。さっきのバックミューティングなんかもそんな感じに使われてる。なんかこれを言っとけば原因を言った風になって雰囲気的になって落ち着くっていう使われ方が多いんですね。それは多分答えを求める人に対して無理やり答えを提供しようとするからそうなるんだと思うんですけど、とりあえずこれで予定してた発表にする、はい、はい、でこの場所はあの9時まで一応取ってはいますので、もう8時だよ、もう8時、そうです、はい、なので、お片付けを手伝っていただいて、はい、お疲れ様です。9時までご歓談いただいて大丈夫です。